アレン・ジョーンズ、アレン・ジョーンズ、アレン・ニール・ジョーンズ、1977年6月2日帯は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州ゲインズビル出身。AJ ・スタイルズ、AJ ・スタイルズのリングネームで知られる。NCW ・ナショナルチャンピオンシップレスリングが運営する、NCW トレーニングスクール出身。1998年、エアスタイルズ、 エアースタイルズのリングネームで活動。2001年2月、WCW にエアパリスとエアレード、エアーレードなるタッグチームで参戦。同月21日、サンダーにて、ブギーナイツ、ディスコアレックスライトと対戦して勝利。7月14日、WWF に参戦。ジャクトにて、リック・マイケルズと対戦して勝利。2002年2月には、 オーストラリアのワウィに参戦。4月13日に行われた PPV ザイラプションにて、同団体の王座であるワウィ、インターナショナルクルーザー級王座を獲得した。2002年6月26日、ティネに参戦。新設されたティネ、X ディビジョン王座をかけた4ウェイ・イルミネーションマッチにて、ゼリーリン、ローキー、シコシスと対戦して勝利。初代王者となる。 7月3日、ジェリーリンとタックを組んで、ムイ世界タックチーム王座を獲得した。後に、仲間割れをして、タックを解消した。2003年1月3日、初来日を果たしゼロワンに参戦。ローキーと交渉部を展開。6月11日、ジェフ・ジャレットを破って、ムイ世界ヘビー級王座を獲得。ティネに存在する3つの王座をすべて制覇。12月、 ビンスルスソーが統括する、セックス、スポーツエンターテインメントエクストリームに属し、ヒールとして名を馳せるが、ハルク・ホーガンがティネに参戦する噂が巡るストーリーの流れを受けてジャレットと立場が入れ替わり、絶対的なベビーフェイスのポジションを貫くようになった。2004年2月、当時の DOA、ディレクター・オブ・オーソリティの略で、コミッショナーのような役割を担うだったドン・ハリスの、 陰謀で、構想相手だったアビスとタックを組んで、無為世界タグチーム王座に挑戦。試合中に、仲間割れを起こすが、結果としては王座を獲得することになった。2005年、レッセルマイナス1グランプリ2005に参戦。カズハヤシと対戦するが敗戦している。同年、シーマとも対戦。2006年、LAX、ザラテンアメリカにエクスタシェンジが対等してきた。 ことにより、クリストファー・ダニエルズとタッグを組んで、名勝負を繰り広げる。海世界ヘビー級王座戦線へ進出。ヒールターンを決行。クリスチャン、トムコを手を組み、トムコとは、ティネ世界タッグ王座を獲得。トムコと共にカートアングル側に寝返る。2008年1月、新日本プロレスに参戦。クリスチャン・ケージ &PT ・ウィリアムズと組み、ミノル ミラノコレクション AT& プリンスデビットと戦い、スタイルズクラッシュでミラノコレクション AT に勝利。2月にはティネにてタイガーマスクや棚橋博士と新日本プロレス所属のデセラーと対戦。2009年10月、バウンドフォームローリのメインイベントにて世界王座争奪4ウェイマッチでカートアングルを破りティネ世界ヘビー級王座をダッシュ。 2010年1月、ジェネシスのカートアングル戦で、リック・フレアーの持ち込んだベルトでアングルをオーダーして、ティネ世界王座を死守。この試合をきっかけに、ヒールに転向。2010年8月、リック・フレアー、ビアマネー・インクラとヒールユニット、フォーチュンを結成。2013年12月、ティネを対岸して、フリーランスとなる。2014年4月6日、 新日本プロレスのインベージョンアタック2014にて、岡田和地カ吉橋 VS バイトラックファレタマトンガの試合後、岡田とファレが激しく睨み合う最中に突如乱入すると、岡田を背後から襲撃し、スタイルズクラッシュを決める。マイクを掴むと、岡田はティネでヤングボーイだった。そして今もヤングボーイとコメントして、e ワウップヘビー級王座への挑戦を表明。 また、バレットクラブへの加入を明らかにした。5月3日、レスリングドンタク2014で、e ンウップヘビー級王座を保持する小田和地下に挑戦。序盤より、バレットクラブの乱入により、岡田のペースを崩しつつ追い詰めると終盤に、カール・アンダーソンが、レッドシューズ運動を抑えつけると、高橋博士二郎が岡田に、ラリットから、東京ピンプスで叩きつけ、最後には自らブラディサンデーから、 スタイルズクラッシュを決めて勝利。ベルトをダッシュした。外国人レスラーが E1 ウップヘビー級王座を体感したのは2005年のブロックレスナー以来から9年ぶりであった。7月より開催された G1 クライマックス24に B ブロックにエントリー。勝ち点16で同ブロックの岡田と並ぶが直接対決で敗戦しているために岡田が予選通過となり。 決勝へ進むことができなかった。11月、ワールドタグリーグ2014に、高橋博士二郎と組んで、A ブロックにエントリー。勝ち点8で予選落ちとなった。11月15日、ニュージャージー州を拠点とするジャポ、ジャージーオールプロレスリングのジャポ 18th anniversary、ショーにてマットサイダルと対戦。最後にスタイルズクラッシュを決めて勝利。 12月19日、ニューヨーク州を拠点とするホグ、ハウス・オブ・グローリの花マネル・シュオ・ダウンにて、ホグ・ヘビー級王座を保持するリコシェに挑戦。飛び技で観客を魅了するが20分の時間切れで、引き分けという結果に終わった。2015年に1月4日、デッセル・キングダム級にて g 1クライマックス24で、敗戦を喫した内藤哲也にリベンジマッチの形で対戦。 終盤にコーナートップでの攻防となり、だれ式、フランケンシュタイナーを狙われが耐えると、だれ式、スタイルズクラッシュを決めて勝利した。2月11日、ザニュービギニングに大阪2015にて、E1 ウップヘビー級王座を保持する、棚橋博士に挑戦。バレットクラブのメンバーを総動員させて、セコンドにつけて対戦。試合中盤に、顔面から流血に見舞われた棚橋に、 顔面への攻撃を中心として組み立て、終盤には、スタイルズクラッシュの体勢から棚橋抵抗すると、ハローポイントを観光し、ブラディサンデーで追撃すると最後にスタイルズクラッシュを決めて勝利。二度目の体感となった。3月11日、ニューヨーク州を拠点とするフウェイ、ファミリーレスリングエンターテインメントのフウェイジックスにて、フウェイ世界ヘビー企王座を保持するジョンヘニガンに挑戦。 見事勝負で行われ、最後にスタイルズクラッシュを決めて勝利。ベルトをダッシュした。6月14日、イングランド・ケントを拠点とする、RPW ・レボリューションプロレスリングのサマーシザラー2015にて、RPW ・ブリティッシュ・ヘビー級王座を保持する、マーティ・スカールに挑戦。レボリューショニストのメンバーをセコンドに引き連れたスカールに、対して、ベビーフェイスの立場でタイとなり、 最後にブラディサンデーからスタイルズクラッシュを決めて勝利。ベルトをダッシュした。7月より開催された G1 クライマックス25に A ブロックにエントリー。8月14日、勝ち点12同士の棚橋博史と A ブロック1位の座をかけて対戦。終盤に棚橋がスタイルズクラッシュを繰り出したことに対して自身も棚橋の得意技である。 ハイフライフローを使い応戦するが最後に、棚橋より、ハイフライフローを決められ敗戦。予選落ちとなった。9月4日、ペンシルベニア州を拠点とする力が3日間行う、トリオトーナメントである、キングオブトリオス2015にて、ヤングバックス、マット・ジャクソンニック・ジャクソンと組んで、バレットクラブとして出場。同月6日、決勝まで勝ち進み、チームトリプル A。 エアロスタードラゴフェニックスと対戦。最後にニックがフェニックスよりスプリングボード450度スプラッシュを決められ敗戦。準優勝という結果に終わるが試合後は6人全員で手を掲げお互いをたたえ合った。11月ワールドタグリーグ2015に高橋博士二郎と組んで B ブロックにエントリー。同月28日腰を負傷して 欠場になることが発表された。2016年1月4日、デッセル・キングダム12手、e ワグップインターコンチネンタル王座を保持する、中村信介に挑戦をすると同時に初対決が、実現。お互いが得意とする蹴り技での応酬となり、試合中盤には、中村のフィニッシャーであるボマイエを着て破りで決めるが、仕留めきれず、終盤には飛びつき腕ひしぎ十字固めから三角締めに、 切り替えた優にスタイルズクラッシュを強引に決め、ブラディサンデーから、かかと落としから、なだれ式、スタイルズクラッシュを狙うも切り返されると、なだれ式ランドスライドを喰らい、そして、後頭部に、ボマイエから、成長のボマイエへと繋げられ敗戦した。同月5日、ニューイヤーダーシ、にて、ケニー・ヨメがと組んで、中村ヨシハシと対戦。試合終盤に、吉橋にブラディサンデーを決めて KO し、 中村を孤立させると最後にオーバーヘッドキックを見舞うとケニーがリバースフランケンシュタイナーから変欲の天使を決めて3関東を奪い勝利。試合後、ケニーと四方のコーナーへ上り勝利をアピールしているところに突如ケニーより背後から襲撃されると変欲の天使を喰らいバックステージからバレットクラブのメンバー全員が登場すると一方的に殴られ続けた。ケニーより バレットクラブから追放を告げられて一人リングに残されて立ち去っていくと観客より AJ、スタルズコールで励まされて立ち上がり、司法の観客席に向かって頭を下げ退場した。2016年1月5日の試合を最後に新日本プロレスを退団した。2016年1月、新日本退団後の WWE と契約を交わし、入団、同月24日。 ロイヤル・ランブル2016のロイヤル・ランブルマッチ形式である WWE 世界ヘビー級王座戦にて3番手で登場。ロマン・レインズと対峙し、リングに入って早々スタイルズクラッシュを仕掛けようとするも不発。4番手で登場したタイラー・ブリーズを打撃技のコンビネーションで攻めてロープ際に持ち上げと、レインズのアッパーカットにより落とす。続いて5番手でソーシャルアウトキャストのメンバーと、 登場したカーティス・アクセルをラリアットで落とす。会場から AJ ・スタイルズちゃんとが響く、チューリングで戦い続け、ネビルへ、スタイルズ・クラッシュを決めかけるが18番手のケビン・オーエンズより、スーパーキックを浴びると、リング外へ投げられが辛くた。同月25日、RAW にて、クリス・ジェリコと対戦。終盤に、ジェリコの殿下の宝刀である。 ウォールズ・オブ・ジェリコを喰らうが必死にこらえて、ロープエスケープでしのぎ、ライオン・サルトを仕掛けてきたところへ両膝を立てて、剣山で迎撃して、スタイルズ・クラッシュを狙うが切り返されて丸め込まれるが、さらに自身も切り返して丸め込み3カウントを奪い勝利した。この一戦からジェリコとの因縁が始まり構想を展開。構想中に、ジェリコにより共闘を持ちかけられ一時的にタッグを組むが、 結局裏切られ、4月3日、レッセルマニア32にてジェリコと決着戦を行う。終盤にスタイルズクラッシュ、スーパーマンスプラッシュなどの大技を決めるも3カウントを奪えず、最後に新たなフィニッシャーであるフェノメナールフォアアームを観客にアピールして日がジェリコから空中でコードブレーカーを喰らい敗戦した。4月4日、RAW にてロマンレインズが保持する。 WWE 世界ヘビー級王座への挑戦権をめぐって、セザーロ、クリス・ジェリコ、ケビン・オーウェンズとフェイタル4ウェイマッチで対戦。終盤に、オーウェンズにペルキックを放って場外に追い出すと、ジェリコとの直接対決となり、コードブレーカーを暗い窮地に陥るが、カウントに出返し、技の掛け合いを制すと最後に、スタイルズクラッキーを決めて勝利。レインズへの挑戦権を獲得。 同月18日、RAW にて新日本プロレス時代のバレットクラブの仲間であったカール・アンダーソンとルーク・ギャローズとバックステージで再会。レインズがリング上にてプロモーションを行っている最中にバックステージより登場。レインズを称えつつも王座戦では重要な試合と宣言し、リングから降りるとアンダーソンとギャローズがレーズを襲撃。プロモーション終了後、 レインズより何を企むのかと割れたものの襲撃するとは思わなかったと返答。5月9日、アンダーソンとギャローズとの3人でのユニット名をザ・クラブ、T ・クラブと名付け、メインイベントでロマン・レインズウーソーズ、ジミー,ー・ウソ&、ジェイ・ウーソーと対戦して、反則攻撃で暴れ回り無効試合となった。同月22日、エクストリーム・ルールズ2016にて、 WWE 世界ヘビー級王座を保持するロマンレインズにエクストリームルールマッチで挑戦。場外での殴り合いやアナウンステーブルの破壊、ザ・クラブやウーソズの乱入、スティールチェアでの攻撃などがありながら、最後にフェノメナールフォアアームを決めようとするが、カウンターのピアーを暗い敗戦した。5月30日、RAW にて故障から復帰したジョンシナと遭遇。 リング上でお互いを尊敬し合う言葉を交わす中、アンダーソンとギャローズが現れ臨戦態勢になるが、突如シナを襲撃。3人でシナを攻撃して、リングを後にした。6月19日、マネーインザバンク2016にて、ジョンシナと対戦。終盤には、シナのアティチュードアジャストメント。 自身のスタイルズクラッシュを決め合うが3カウントが取れず、レフェリーと交錯して、レフェリーが倒れたところに、ギャローズとアンダーソンがリングに上がると、シナにマジックキラーを決め、ホールを取って勝利した。9月11日、バックラッシュ2016にて、WWE 世界王座を保持するディーン・アンブローズに挑戦。終盤には、場外戦へと展開して苦戦するが、 リング内へと戻ると最後にスタイルズクラッシュを決めて、勝利。ベルトをダッシュして、WWE で初の王座を体感した。2017年4月2日、レッスルマニア33にて、シェイン・マク・マホーンと対戦。チャンスを伺う,うと果敢に、フェノメナールフォアアームを狙うが、関節に、スティールバケツでの王座を喰らうが、最後に、シェインのシューティングスタープレスを避けると、 フェノメナールフォアアームを決めて勝利した。7月7日、WWE ライブにて、WWEUS 王座を保持する、ケビン・オーエンズに挑戦。最後にフェノメナールフォアアームを決めて勝利。ベルトをダッシュした。同月25日、スマックダウンライブにて、WWEUS 王座を保持するケビン・オーエンズ、クリス・ジェリコとトリプルスレッドマッチ形式による、王座戦を行う。終盤に、 オーエンズがジェリコにポップアップパワーボムからフロックスプラッシュでホールを奪ったところオーエンズを押しのけてジェリコにホールして3カウントを奪い勝利ベルトをダッシュした11月7日マンチェスターアリーナでのスマックダウンライブにて WWE 王座を保持するジンダーマハに挑戦終盤に介入するシンブラザーズを襲撃しているとマハルに隙を突かれてカラスを決められるがロープに足を かけて、難を逃れ、続けて、コーナー上に乗せられたところに、カウンターのネップリーカーを仕掛けると最後にフェノメナール、フォアアームを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2018年4月8日、レッスルマニア34にて、ロイヤルランブルを制した、中村信介と2年ぶりに対戦。王者を防衛した。同月27日に、ジッタで開催された、 グレーテストロイヤルランブルでも再戦したが、両者リングアウトで、ノーコンテスト防衛扱いとなった。5月6日のバックラッシュでも、両者ノックアウトで無効。しかし5月15日ロンドンオーニアリーナで6月17日のマネーイン・ザ・バンクでの際が決まり、その試合方式の選択権をかけたノンタイトル戦で、中村に敗れるが、ミビーでは、ラストマンスタンディングで行われた、王座戦で勝利。 しかし2018年11月13日のスマックダウンセントルイス大会で挑戦者のダニエル・ブライアンに敗れ王座陥落した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。